株式会社1位の秋山と申します弊社は福島市内を中心にスーパーマーケット業を展開しておりますがこの度の FTC 採択事業として陸上での紅酒養殖の事業化を目指しておりますスーパーであるわれわれが魚の養殖を行うこれはひとえに安全でおいしい魚をお客様へお届けしたいという思いからですスーパーパである我々が地域の 食を支えることが務めであると考えています現在世界的な人口増加や海洋環境の変動などによって水産資源の価格に大きな影響が出てきていますまあ日本でも日々物価高騰などのニュースが取り上げられていますが我々が食べている魚が食べられなくなるそんな日が来るかもしれません そこで世界的にも、えー、様々な魚が海面養殖を行われていますが環境への負荷が大きいことや、えー、自然災害などにより魚が死亡してしまうなどコントロール不能なリスクを多く伴うことが懸念されています、えー、そこで我々は陸上養殖中でも、えー、完全閉鎖循環方式という方式で、えー、養殖試験を行っています これは水道水をベースとした飼育水を永続的に使用しコスト面での課題はあるものの病気のリスクまた自然環境に及ぼす負荷を低く抑えることができます。そこで様々なそのほかにも様々ざまな先端技術を導入しコストの低廉化を図ってまいります。 そのうちの一つの基礎技術として公的環境水という岡山理科大学の山本准教授が開発した第三の水を飼育水として使用していますこちらの水は浸透圧配合成分を魚の特性に合わせ最適化することで魚のストレスを低減させ成長速度を約2倍に向上させるという研究結果が得られていますこれらを組み合わせて我々は紅ケの陸上養殖に取り組んでいます なぜ紅ケなのかというところなんですが紅ケは環境の変化に弱く過去でのビジネスベースでの生産実績が今までありませんしかし我々の取り組みによってそれを実現させていきたいと考えていますまた福島県民においても最も人気の高い業種であることが弊社の店舗で行ったアンケート結果により分かっていますまた現在紅ケはほぼ100%海外からの輸入に頼っておりましてまた天然物の,のため、えー、寄生虫などの 病気リスク寄生虫などの食中毒によるリスクによりお刺身やお寿司など生で食べることができないとことになっていますそれを今回の取り組みにより解決してと考えていますまた希少価値が他のサケマス類に比べ希少価値が高いこともビジネスへ変えつなげる大きなポイントであると考えています、えっと、現在弊社の敷地内に、えっと、2022年の1月からですねあの実証用の試験プラントを建設しまして 22トン水槽の中で約800尾の紅ケを飼育していますこちら現在はまだ飼育中なのですが、えー、順調に成長しておりまして現在もほとんど水替えを行うことなくプラントの運用ができています生産した紅ケは弊社での店舗での販売はもちろん、えー、夏祭りなどのイベントや体験型の食育など地域振興へつなげていきたいと考えています また連携体制としまして水質パラメーターやセンシングデータセンシングなどの IoT 技術の部分を NTT 東日本さんにご協力いただき先ほど申し上げました公的環境水のご提供や紅酒の過去の研究成果の実績から岡山理科大学さんへのご協力をお願いしております今後なんですけども今年の春から夏に向けて水揚げを実施し 弊社の店舗で試験販売ななどにつなげてていいいきたいと考えていますまた今年の秋から第2クールの生産を始めそれと同時にイノベ地域内での研究規模の拡大を検討しております継続的な生産と研究を行い2026年度を目標とし福島から紅ケを全国アジアへ出荷していきたいということを目標にしています 夕方からのブース交流会では詳しいご説明やご挨拶させていただければと思いますのでよろしくお願いします以上となります。